じゃあワンピースの中でこれはっていうやつはいるんですか、はい、こいつ、え、ま、マルコエロくないですか俺マジでそういう目線で見たことないから、かっこいいのは もちろんわかるんですけど、はい、あ、そうなんですね、マルコとか、あ、じゃあちょっとイケオジじゃないけどなんかそっち系なんですかね、かもしれない。え、シャンクスはどうですか、シャンクスもやっぱりエース系ですか、かっこいいけど。シャンクスはでも本当にキャラの一人として好きっていう感じで、恋心とかは抱いたことないです、ね、そうなんだ、難しいめちゃめちゃガチ考察案件ですねこれはこれ、あの、見てる方にキモいやつだなって思われないですか、はい、いや、絶対思われないです、絶対思われないですあの、保証します、大丈夫です、大丈夫です、何でも答えちゃうからちょっと気をつけてください想像していくんですね、マルコだったらマルコで勝手に想像していきますえ、マルコの他に魅力的なキャラクターって誰ですか、そういう対象として見れるキャラクターってマルコの他にいます、ドフラミンゴとか、うわここでドフラミンゴはすごいっすね、さすがっすね、エロくないですか、ドフラミンゴはエロいっす、わかるっす、エロいですよね、あれはエロそうっすねでしかもなんか糸糸の実で分身も作れるんで全然あ、それまで考えたことなかった糸糸の実の分身で全然いけますね、あの全身ことももちろんできるでしょうし、やばそれは活用した方がいいんじゃないかっていうところ、使わせていただきますやっぱり攻める側より攻められる側の方がどっちかって言ったら、あ、そうですね、基本的には、いや俺もなんかリンさんの、すいませんね、気持ち悪かったら気持ち悪いって言ってほしいんですけど、かなり見させていただいておりまして、え、本当ですか、本当に対応させていただきまして一人でエッチいや、ありがとうございますありがとうございます